おはよう。はい、3日目ですね。コケコッコーというので。いやー、いい天気だ。かつ、画質が上がったはずです。多分。その機材を新しく変えたやつが今日届きまして、こういう感じです。多分前回に比べたら圧倒的に画質良くなってるんじゃないかな。その線が出なくなってるんじゃないかな。インターレスっていう仲間、なんか専門用語っぽいやつなんだけど、それが出なくなってるから多分いつもより圧倒的に、つか1とか2に比べたらパート3の方が多分5倍ぐらい見やすくなってるんじゃないボかクなと君、勝手にも思ってます。もう池には行ってみたかい？いけ？あそこの池には大きな魚がたくさんいるぞ。あ、あの池え、か。たくさん？いいな、いいな。もし釣竿を使うんだったら、この勝手口を出て勝手右口？側にある納屋に置いてあるから持っていきなさい。勝手口を出て右わかっ側たね。よ。オッケー、ありがとう。ありがとう。これで杖を入じ手でゃあ、きる。いた杖？だきまー釣す。りだ、釣り竿だ。いただきまーす。よーし。いいな、これ何も押さなくてもスごトちーリーそうがさまで進んしでいくた。感じ。ごちそうさ楽まだでしわー。た。ねえ、ぼくくん、トウモロコシ好き？トウモロコシ？大好きだよ。え、もうおいしい選よ。択肢すらじない。ゃあ。ぼくくん、畑のお手伝い当番に決う定。わー、まただー。パフーパフーじゃないよ。強制じゃねえかよ。今日一日だけのお手伝いだけあ、今ど、日一日だけが、な森らいいに行くや。途中にうちのトウモロコシ畑があるんだ。あのトウモロコシそか。こに午前中に来て、取り入れを手伝うこと、頼んだよ。はーい。しゃあねえな。手伝うか。ええけどな、俺トウモロコシそこまで好きじゃないんだよな。ポップコーン好きなんだけど、トウモロコシはそこまでなんだよね。生のトウモロコシ無理なんだよな。やっぱ焼かないとね。で、勝手口ってこっち？こっちかな？ここ行けんの？おお、あ、こんな場所あったんだ。これだよね。やったー。よし。釣竿を手に入れた。もう笑い方がもう悪魔。怖いんだけど。あれ？奥行けるんだ。ここら辺なんもないの？なんかありそうな気がするんだけどな。ここ何？ガス。藤山燃料店と書かれたガスボンベがある。あ、ガスボンベなんだ、やっぱり。え、ここになんか斧とかあるのかなとか思ったけど、ないのか。とりあえず、やることとしては、釣竿をゲットしたからなんか釣りに行きたいなっていうのもあるんだけど、まず、朝顔。忘れてはいけない、朝顔。忘れたら多分あのおじちゃんにめっちゃ怒られる。ええー、なにこれ。カメラワーク。カメラワーク。うわ、めっちゃ無駄にしたじゃん。まあ、しゃあねえか。こっちじゃなくてこっちだったっけ？ほら。まあ、大体初めらへんは多分咲かないから、あと2日後に様子見よっかな。あら、調べちゃんこっちにいるじゃん。なんで？ちょ、待って、乳がいた、乳がいた今。男の子ってガサツだから大っ嫌いい。や、ガもう、サツっそてんなどうでもいい。何？俺こうは、いうことを知らないことをガサツっていうのよね。それよりも俺は乳を取りたい。ガサツ毎日だ。ここで何してるの？どうだっていいじゃないよ。地面めっちゃ怒っ見てるるやの？ん。え？ヌアンで調べが地べたなんか見てるのよ。ヌアアンリテさんな。しかいないよ。アリさん？あのね、あんた、ジョウアリって見たことある？え？や見ためこやとめ。ないな。今の話、ナシンコね。ナシンコ？ナシのことナシンコっていうのか。やった！よし、ゲットだ。よかったー。俺はどちらかっていうと、こっちの方を毎回毎回気になっちゃうわ。キアゲハ。いいね。で？だからほっといてってば。ほっといて？ほっといてってことはもう一回ぐらい言ったら。ダメだった。怒られたわ。二回ぐらいまでしか喋っちゃダメだな。け、大体ああいう子って最終的に出れるよね。絶対俺そう思うんだ。そっか。え？じゃあ、萌が彼と一緒に練習するとき、私も見学させてね。バイバイ。じゃあね。なんか、外に出てる萌ちゃん初めて見た気がする。めっちゃ落ち込んでるじゃん。どうしたの？まずいの？見学させてね。バイバイ。再現度100%じゃん。私とすかこんなげえ。時の女子に一体全体何言ってんだい。どうしたの？あんたは誰？僕は僕。僕だよ。私は私。
なるほど。よしこちゃん、また新しいキャラクター出てきたな。何、握手でもしようと、あ、握手してたのかな。え、よしこちゃん、謎の少女じゃん。あ、動かせれるわ。ねえ、何それ、よしこちゃんというワードを残して帰ってったよ。まあ、何らかしら今後会うかもしんないね。あ、やっぱトウモロコシってこっちだったね。あ、こんなにトウモロコシ綺麗にできてたっけ。すっごくいい天気。ボクくん、こんにちは。うん、おじちゃん、おばちゃん、こんにちは。いやー、しかし今日は空が高いな。ボクくん、約束通り来てくれてありがとう。はい。ではボクくん、畑のトウモロコシを片っ端からこのカゴに入れてね。片っ端から入れ、お仕事スタート。入れるのね。ああ、この音楽いいな。え、これ取っていけばいいの、一個ずつ。あれ、もしかしてこれ。あ、これけ、あ、一回一回やらないといけない系ですか、これもしかして。いや、まとめて取れると俺信じているよ、信じてるよ。あ、取れない、これ片っ端からやらないと。これか、これもか。なんか地味にどうかしてるやつあるくない、気のせい。これあるね、よし。あとな、わりかしこれ重労働だな。おばちゃんとおじちゃん、もうちょっと手伝ってよ。置くかぐらい自分でやってよ。気持ちできるでしょ。子供を働かせるのは違法だぞ、まったく。終わっちゃうよ、一曲。終わっちゃったよ、一曲。また鳴るのかな。なんかこれ一向になる気配ないな。嘘だろ、この状態で終わらせちゃうのかよ。手伝ってあげようよ、もしくはなんか言ってよ。時間切れとか言わないの、ちょっと遅かったねとか言わないんだね。え、こっから逃げられないのかな。逃げれた。普通に逃げれたし、ザル警備だな。めっちゃザルじゃねえかよ。あ、話とか一回ぐらい。でもなんていいお天気なのかしら。嬉しいわ。嬉しいわ。さあ、僕くん、頑張ってね。俺、あんたも頑張ってくれよ。僕くん優しいな。さあ、僕くん。これ同じセリフだな。まあ、ただ、これだよね。うわぁ、ちょっと行きにくい。これ、よし。多分、これで多分全部収穫できたんじゃないかな。よし、OK。これでもうそろそろおしまいだね。もうなんもないよ。何も残ってない。お疲れ様でした。やったね。私もなんだかいい汗かいちゃったな。動いてないじゃん。え、終わり？これで。明日のお昼にでも大きなお鍋でたっぷり茹でてあげるからね。楽しみにしててちょうだい。やったじゃん。この虫はニューだよね。やっぱり見たことなかったもん。ヒメアカタテハ。なるほど。ダイレクトアタック。あ、違う。おばちゃんにダイレクトアタックしようとしたら失敗してしまった。おじちゃんは？後片付けはおじさんたちがやっとくよ。うん。まあ、そらね。そりゃもうここで後片付けもやれって言われたら俺もう僕の夏休みやめてるわ。僕の労働編じゃん。で、お、まだいるな。なんでしょう？ほい。あ、というか、ベニシジミか。どうだったっけ？なんか、ハチっぽいやついたけどさ、釣り竿ゲットできたからさ、釣り竿でつついたりとかできないのかな？なんか、割かし長いものを持ってこよう感があった気がするんだけど。あと、時計という概念は、僕夏1にはなかったんだね。忘れてたわ、記憶から。てん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 。持ち物。めっちゃびっくりしてるやん。あ、釣り竿とかでつつくんじゃないんだ。
え、俺てっきりなんか釣り竿で思いっきりグサグサやればなんかできそうだなとか思ってたけど、ダメなのか。え、じゃあなんで蜂の巣グサグサやるんだろう、気になるな。まあ、ただとりあえずじゃああと行く場所としてはどこに行こう。特に行く場所がもうなくなってしまったぞ。やばいやばい、早すぎる。そうだ、斧も探さないといけないから、斧もちょっといろんなところ行ってみたいな。ここいる？悪ガキどもみたいな。多分ここにいてくれたらね、すごいありがたいんだよね。いるかな？いないわ。やばい！僕の夏休み全然楽しめてない。ただのフリーランだ。まずいぞ、これは。え、じゃあどうしよう。え、マジで何しよう。え、まあ、今日はトウモロコシのことかけるからいいか。え、どこだ？あと行ってない場所ってどこだったっけ？ん？あれ？あれ？誰だ、君は。君は、誰？俺が聞きたい。僕、あ、怖がってる？そんなことないよ。僕はこの辺では兄貴と呼ばれてるんだ。兄貴。今中1。やっぱ兄貴って呼ばれてる人って青い服を。ここにいることが多いだろうから、時々会うかもしれないね。なるほど。何日ここで何してるの？それは秘密。秘密か。まあ、いずれ教えてあげるよ。マジか。さてと、帰る前にちょっくら見てこようかな。何を？何を？え？あ、ついててくれるんだ。あれ？あれ？え、どっち行ったんだ？右、え、どっちだろう。まずこっち行ってみよう。え、いない。夕方になってるし。うわあ、あ、今の移動しない方が良かったんじゃないか？まずい。なんか変なお兄さんのせいで。やべえわ。道を誤っている気がする。これ、これニューじゃないか。いや、こっちなんもなかった。やべえ。ちょっと待って。ルート間違えすぎって感じ。え、釣り竿。釣りしてねえやん、俺。そういえば。あ、向こう釣りできたな。うわ、行っときゃよかった。行けるかな？あー、やべ、帰ってきちゃった。何も考えずに帰ってきちゃったよ。え、うわ、鶏しかいねー。やばい、ちょっと待って、こっから何する？こっから何ができる？俺は何もできない。え、釣り今行けるかな？今から行っていけるかな？かける？僕くん頑張って。頼む、マジで。俺、釣りを。うわー、怖い。ここでローリングが入ったらおじさんが来るんだよ。怖すぎるだろ、これ。ホラーゲーより怖い。あ、私やつ。奥行き。よし。小紫。いいね。綺麗な蝶だ。うわー、怖いわー、マジで。よし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 。多分ここ釣りできるんじゃないかな。ここら辺ってなんもないよね。なかったらびっくりするけど。うおー、長いよー。川行くまで長い。多分ここで、できたよね。よかったー。え、これどうやってやるの？えい。あ？まあ、遅かった？遅かったんだね、俺が。俺が遅かったのね、今のは。もっと早く反応しろってことね。うわ、わりかし神経続くんじゃね？これ集中しないといけないわ。僕くん飽きちゃってるよ。まあ、釣りはこういうものだからね、仕方ないよ。待つ時間がやっぱ釣りしてるっていう感じするからね。まあ俺は釣りしたことないけどさ。
もう僕くん、もう僕くん飽きちゃってるわ。ちょっと待って。釣りのやつが違うんじゃない？真昼の時、当たりの浮き。あ、これ普通これでよくね？これの方が見えるでしょ、多分。えい。早い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 。秒じゃん。あ、虹マス36センチ。やったー。全然リアクションしない。僕くんのリアクションのなさがすごい。虹マス36センチってどれぐらいなんだ？今日30センチもの刺しって考えると相当大きいよな。もう僕くん飽きてるよー。いや、もう帰りたくないな、こっから。お、でかいぞ、でかいぞ。でかいんじゃない？これ。うわ、45センチだ。めっちゃテンション上がってる。さすがに45センチはテンション上がるんだ。え？これって、ゲットしたけどなんかいいことあんの？持ち物。あ、特にない。ニジマスすらなかった。え？じゃああと何しよう。入ればいいのかな、もう。うわ、ニューいた、今。ニューいた時のショック感がやばい。捕まった、はい。今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができています。早かったな、予想以上に。やべえ、一日が過ぎるのが早すぎるぞ、本当に。楽しすぎるわ。僕くん。僕くん？おじさん家の庭のずっと奥、家畜小屋の横の方に、うん。雪の川の上流へ、蛍沢へと続く道があるだろ？あるね。あの沢では、ホタルがいっぱい浮かして。え、ホタル？ホタルが浮かしてんの？見たことないんだ。いいな、いいな。さあ、テンション上がるよね。すっごく綺麗なんでしょ？見たいな、見たいな。めっちゃテンション上がってるじゃん。あんた、意外にロマンチック。照れてる。でも、夜道は危ないから、日が沈んでからは絶対にあそこに行っちゃいけないよ。え、行っちゃダメなの？おじさん家の決まりなの。じゃあ言わないでよ。残念だな。なんで言っちゃうんだよ。秘密にしておけばいいのに。そうじゃん。そうだな。そうだな、じゃないよ。じゃあ、いただきます。ってことは、絶対、行けるようになるってことなのかな。多分、今はいけないんでしょ。多分、今行ったら、また、ボクンって言ってくるんでしょ。おじちゃんが。怖いな。今日、とりあえず行ってみるか。やべ、真っ暗になると。ごちそうさまでした。あれ？ごちそうさまでした。萌ちゃんがいないぞ。あ、え？なんか吹いてる気はするけど。ん？なんか首かしげたな。あ、萌ちゃんそこいるやん。そういえば、釣り竿はもう持ってったかい？持ってったよ。なんだ。じゃあ、大物を期待してるよ。いや、もう大物釣りましたよ。もう45センチのニジマス。料理してくれ。今日の晩ご飯は、とんかつ、卵豆腐、とんかついいな。あさりの酒蒸しと、取れたてのそら豆でした。あー、健康的。いいね。今日の晩ご飯。あ、もうこれしか教えてくれない。え？何吹いてるの？だから一回分マジで損してる気がするな、俺普通に。どこいた？それ、なんていうの？クラリネット。私、友達にクラリネット習い始めたんだ。秋の文化祭で二人で演奏するの。へぇ。ふーん。でも、下手くそだね。でも、夏休み中には上手くなるぞ。めっちゃストレートに言うやん。多分、きっと。ねえ、僕にもクラリネット貸してよ。ダメだよ。これはお口をつけるものなんだから。あー、関節キスね。まあ、ここら辺の子はもう、そうだね。なるわ。わかるよ、その気持ち。俺はその気持ちになったことないけどわかるよ。よく漫画とかで読んだ。で、蛍沢って確か、これの奥だよね。どうせ今行けねえんだろうな。いけるかな？ここでいけたらすごいよね。あそこで超座ってる
あれだね、おじちゃんがすごいスピードでこっちに来るんでしょ。恐怖じゃん、ただの。よし、行く。あー、捕まったー。ボク君、ボク君たら。めっちゃ追ってきたわ。この時間、ここから先は立ち入り。あーだ、わだわだわだわ、知ってる、知ってる。もう何回も聞いた。わかってる。それは知ってるんだ。もう、耳たこだよ、耳たこ。やめてくれ。まあ、それは置いといてさ、どうしよう。夜って特に何もやることないよな。なんかやることあるかな。ここも閉まってるよね、多分。うん、閉まってるよね。まあ、そらそうか。え、じゃあ、あと何しよう。なんかやることあるかな。閉まってるな。ここは？ああ、ここ初め来たところか。鍵がかかっている。あれ？こっちもしかして行けるのかな？ちょっとそれは楽しみだな。もし行けるんだったら行きたいね。こっちは？あれ？あれ？行けない？ここに判定がない。悲しすぎるだろ。後ろからじゃないとダメなんだ。え、けどあのクラリネットの音楽いいな。あー、ここでちょっとかすかに流れてくる感じ超好き。あー、この窓もなんかいいな。こういう感じの、なんだろう、窓っていうのかな。すごいなんか和風って感じするわ。今は？え、何時までに寝ないといけないんだったっけ ?10 時だったっけ。さっき食べたばっかなのに、もうお腹空いちゃったな。春雨サラダが食べたい。あれ？知らないんだ。え？春雨サラダのない給食センターなんて、あんたのところは100年遅れてるわね。春雨サラダってそんなに、え、どうなん？春雨って何だったっけ？やべえ、春雨自体のことを覚えてない自分がいるからもう何が何だかわからんっていう。いや、けどまあ今日特にやることなくなったしな。いや、今のうちにお姉ちゃんの家に、家じゃない、部屋に入れる。うわ、ちゃんと鍵閉めてる、賢い。え、じゃあもう寝るか。やることなくなったしな。え、なんだよ、なんだ今めっちゃテンション上がってるじゃん。なんか普通になんか寝るのかなとか思ったけど寝ないんだね。ここ昆虫採集セットって何できるんだろう。あれなのかな、標本にできんのかな。あ、標本にできるのか。え、だよね。これ何。わー、ちょっといいです、いいです、大丈夫です。薬？あー、こういう感じでやっていくのか。なるほど。あ、じゃあここにいるやつら後でやっていかないとな。まあ、これに関してはあれだな、裏でやっても別にいいやつだな。よし、ということでとりあえず今日はこのまま寝ようかな。いける、今のところなんかあまり進展がないな。やべ、なんか新しい場所すごい行きたいんだけど。まあそれはしゃあないか。8月3日初めてやった、え、初めてやったやつ、魚釣り。偽物の餌でも釣れる魚は僕よりちょっぴり食いしん坊。いいね。ということで3日目終了です。皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。Thank you.